そう、今弾き語りしようかなと思って持ってきたギターを。いや泣いちゃうよね普通に。なんかね、入ったばっかの頃になんかロイヤルホスト、ロイヤルホストかなかなんかにね、しげちゃんがね連れてってくれたのを思い出したんだよね。めっちゃ初期の頃で、その時になんかちょっとふざけて村重って呼んでいいよって言ってくれて、オッケー村重って言ってた記憶がちょっと思い出しましたね。なんか懐かしいな。しげさんはさ、チームがね違うとやっぱりあんまりお話しする機会はねそこまでなかったんだけど、でもその、配信中も言ったんだけど、コンサートの時の MC とかでね、出番がもし少ないんだったら MC で喋ればいいみたいなことをね、ちょっとパンがなかったらケーキ食べればいいみたいな感じで感じになっちゃいましたけど、何、出番が少なければ MC で喋ればいいみたいな感じで教え言ってくれてさ、そうだなって思ってから、でコンサートって結構喋りたい人毎回なんか送ってくださいみたいな結構ねあるのよ。司会の人になっちゃんとかよく司会するんだけど、でそれで結構ね送った人が喋るって感じなんだけど、それでね私も毎回送るようになってるから、そう今日でも寂しいから明日もっと寂しくなっちゃうねえ、本当に思いますね。中学生でライフは敷居高い、確かに初めて行ったかもしれない。その時にでドリア食べましたね、私栗が入ってるドリア食べたえめっちゃ記憶力やば、思い出しましたそれをね。こんばんは、こんばんは、マシャハオ、かわいいね、なんかギフト、あすごい、なんか珍しい方が上位にいっぱいいてくれてる、ありがとうございます。始まったばっかだからかな、ちょっと今日は弾き語りでもしようかな久しぶりに。今日はメイクもしてるしさ、そこまで明日ね稽古なんだけど、そこまで早くないからちょっと久しぶりに TikTok をね撮ろうかなって思ってて、今日はさなんか歩いてさ、久しぶりに寒かったけどさめっちゃ歩いてさ仕事場向かってたんだけど、普通に財布忘れてもう一回お家戻ったりしてさ、結局ねちょっとタクシーにね乗りましたね、間に合わなかったんでさすがに。そういう時ちょっと切ないよね。私本当にタクシーめっちゃ乗らないのね全然。だからなんだろうな。めっちゃ救急車乗ってる。だからね。なんだろうな。久々にタクシー乗りましたね。その仕様でというか間に合わなくて乗ったの。私初かな、わかんないけど、あんま全然乗らないんだよね本当に。そうストーリーにね書いてたやつ、なんかちょっと調べてみようかな。今朝ね聞いてて、あーやっぱいい歌だなーって思った曲があって、またさ遠くさ高校の
バウンディさんのバイバイミーっていう曲で、ちょっとテンポキープが難しいんだけど、この曲ねめっちゃいいんですよ。なんかなんて言えばいいんやろうな、どんな曲って言ったらいいんだろうな。あのバウンディさんのピンクのさジャケットのさアルバム全部好きなんですけど、これ結構好きなんですよね。なんか口笛とか入っててさ、なんかでも深夜に聞くっていうよりかは、私はなんか行きがけとかに聞きたいかも。どっちかというと今日朝ね聞いてて、行きがけにやっぱいい歌だなって思いましたね。なんかもうちょいキー上げてもいいかもな、男性曲だから。でこれそう、私ね好きな曲、あの Spotify のねあるあのプレイリスト作ってて、行きがけに聞く曲はドライブっていうやつで、結構アップテンポのやつを集めてるやつがあって、そうぜひねそれ聞いてほしいんよ。好きな曲とかあったらさ、いろいろごっちゃごっちゃに入れてるんだけど、で寝るときとかちょっとリラックスしたいなっていうときはバスタイムソングってやつを聞いて、あのインスタのハイライトからね飛べるので、よかったら見てみてください。そうハナウラナ一周回ってきてる、僕たちはってやつか、ちゃうよねってやつですよね、きっと。って最近 HKT しか聞いてない。お嬉しい、 HKT48 ちょっとなんか弾こうかな、 HKT のやつ。君とどこかへ行きたい、どこだ、今年の夏は、今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。髪を短くしようかな、君が街を見せる、手を伸ばせば届く距離に僕たちはいつもいる、近すぎる関係じゃ恋は始まる、じゃない元と僕まで日常から脱出しよう、線路は続いている、止まりかけは叱られるかな、僕の知らない君を窓の外の空はいつも今日と明日違う色だ、新しい世界へ発車ベルが、ちょっと練習したら弾けるようになりそう。いい方に募集中弾けますか？コードがあれば弾けます。
コギバージョンね、君どこ弾いてみた。でん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 、最近さくらんぼを結べるかっていう曲はね、最近コンサートでやったんだけど可愛くて好きでしたね。さくらんぼ、もう52分じゃん、あっという間だね。なんかさくらんぼを結ぶ、あれちょっと待って、さくらんぼを結べるか、自分の口の中に放り込んで、その茎で輪が作って、真ん中に通せば OK。いい音ですよね。なんかさくらんぼを結べるか、そんな驚くような手品じゃなく、バカバカしい小ネタでいいよ。なんこを楽しませて、さくらんぼを結べるか、期待をさせたくせにダメなんて、情けない元の形、少しだけ好きになってた。これ4期生の曲ですね。可愛いよね。なんかじゃあ54分ということなので、最後に最近作った曲を歌って終わろうと思います。メモ帳メモ帳、最近カランコエっていうね曲を作ったので、それを歌って終わろうと思います。久々に歌うな。5、6、7。好きじゃ足りないから、君のもとへ。
ちた日流れる曲、君のことを思い出す、蘇るんだ何度でも。あの日繋いだ手に未来を感じたんだ。足りないから君のもっと近くで笑ってたいな、あの日のように笑ってたいな、あの日のように。ということで、カランコエという曲を歌いました。フルサイズはインスタの動画のやつに載ってて、ツイッターもねあるんですけど、ちょっと後で固定しようと思います。今固定してるのが1個前に作った曲を固定してるんだけど、ちょっと固定を外して新しい曲にしようかなってモーメントにまとめようと思います、ツイッターの方。じゃあランキングをちょっと読みます。駆け足でね、すみません。13位がヒロッチ、12位ブルースカイ、11位ゆか韓国ファンアットマークフェニー、10位 MC キッズアットマークゆかちゃん韓国ファン、9位がキノピン、8位ヤマポ、7位ヒデキ、6位あずき、5位ネル、4位ノブ、ベスト3が3位がワカー、ありがとう、2位がサンガー、ありがとう、1位がレイニアー、ありがとう。またね、ちょっと駆け足になってしまいましたが、またお会いしましょう。明日はしげちゃんの卒業公演でね、私は舞台稽古があるので行けないと思うんだけど、ちょっと見守りたいと思います。ありがとうございました。またね、また聞いてください。この後ちょっと TikTok 撮れたら撮って寝ようと思います。じゃあおやすみ、ありがとう、良いホリデーを。またねおやすみなさい、またね、バイバイ。